上天寺は、福岡県福岡市博多区博多駅前にある、臨済州東福寺派の寺院である。任時三年、太宰省に、武藤助よりが縁にを招平して創建。創建にあたっては、尺国明総商人が多く援助した。漢元元年、漢字となる。仏殿、里都公殿、法条、解散堂などがある。法条の前には石堤、新井島庭が広がる。 墓地には、新派俳優の川上音次郎や、そうで、織物技術を学び博多式を始めた、三津田康右衛門らの石碑がある。境内は指導によって、北東と南西に分かれる。これは、昭和38年の博多駅移転に伴う、区画整理事業によって通されたもので、このため山門や仏殿は、南西側、本堂や墓地などは、北東側に分断されている。 博多千年門上天寺通り、平成16年3月28日、上天寺通りの一角に、新たな博多のシンボルとなる博多千年門が完成した。千年門は古文書に登場する博多の出入り口、辻堂口門をモデルにした木造河原武器の四つ足門。高さ、幅ともに約8メートルで、博多の町の未来千年の繁栄を願って命名された。 通りの内寺の境内に挟まれた約150メートルには、松屋、もみじ、自然石が配置され、庭園のような趣きとなっている。変額は、太宰府天満宮の西高辻宮寺による記号である。主老、うどんそば発祥の地とご満住所の石碑からもん。ありがとうございます。